はい、皆さんこんにちは。週刊江本、今日のテーマはですね、ちょっとこの次の日本シリーズの分析をちょっとやってみようかと。で、ちょっとピンポイントでね、やることになります。で、トータルで言うとね、どっちがまあ有利か有利でないかということですけど、まあ、やっぱり我々解説者もね、これシリーズの開幕の直前に、まあ、フジテレビのプロ野球ニュースだとかですね、それから、まあ、私はそれこそサンケイスポーツとかでね、一応解説者はね、何勝何敗ってこう、立てなきゃいけないんですよ。で、今年はね、辛いですね。どっちも強い。まあ、強いというかね、チーム状態もいいしね、まあ、それぞれ特徴もありね、私はめったに4勝2敗というね、予想はしませんけど、今年は、4勝3敗と。いう予想を、まあ、ちょっと今までのシーズンと違って、したいなと思います。まあ、過去何十年間かね、まあ、日本シリーズは4勝2敗、4勝2敗とかね、4勝1敗とか4勝0敗とかね、とりあえず4-3というのはね、どっちもどっちだという話なんですよ、早い話が。だからあんまりそういう予想はしたくはないですけど、今のところ、ちょっと心情的に言うと、まあ、ヤクルトは4勝3敗かなという気もします。さてそこで、そうなるためには、クリアしなきゃいけないことがあるんですね。で、その辺の話を今日3ゲストで書いてますが、一つ、投手対、投手力、ヤクルトの打線対、オリックスの投手力という戦いになるわけです。まあそこの中でポイントになるのは実はやっぱり山本なんですね。で、皆さんね、やっぱりこれはもう記録ですから、新聞等で見ればわかるようにね、彼はまあ15勝しました。それで、投球回数がまあ200イニング近い、197、8投げてるんですね。で、まあ約200イニング投げてるわけです。それで、その中でね、三振の数が205個してるわけです。で、205をこの投球イニングでこう、表してみるとね、実は1イニングで1人は三振取るという計算になるわけです。で、そうやってずっとやってきたんですね。で、これはね、ヤクルトの打線がですよ。いや、山本と戦った場合に、1イニングに必ず三振1人取られるとなるとね、これはチャンスが作っても、三振で、潰されるというようなね、まあそういう確率が非常にバッターを取るためには、三振を取る率が高いというピッチャーですから、これをどうクリアするかというのが一つ。もう一つあるんですよ。これはね、200イニング近く投げたピッチャーが、年間にわずか6本しかホームランを打たない。ね。私は216イニング投げてね、19本かなんかホームランを打たれてるんですよ。それから考えたらね、この山本の、非本塁打、この6本というのはね、これはまず出ません。それはまあなぜ出ないかというと、やっぱりピッチングの技術、やっぱり球が速い、コントロールはいい。それからやっぱり変化球、ここ一番の勝負どころでは低めに落としてくる球があると。で、これを徹底して、維持してきてね、まあまだ年数は経ってませんけど、プロ野球に入って、ここ4年ぐらいはね、完璧なピッチングを回してると。ましては防御率1点台というようなことになるとね、これホームランを打てるかどうか。で、ヤクルトは、さて、そう考えたらですね、これホームランで持ってきてるわけです。なぜかというと、これは、なんと言っても村上がですね、56本打って、まあ、あと20本打った人もいます。まあ、そう考えるとね、村上対山本ということになったらですよ、短期決戦ですから、やっぱり山本からですね、ホームランの1本や2本、村上が打たなきゃね、なかなかね、勝てない。で、そうすると、まあそこでヤクルトの皆さんがですね、対山本攻略をどうするかと、いうことを考えた場合に、まあなかなかホームランが打てない。それから、チャンスを作っても、まだここ一番三振取られる。まあ、この辺をですね、どうやって作戦を考えていくかということでね。まあ、ある程度、杉村なんていうね、百戦錬磨のコーチもいますから。まあ、バッティングのその攻め方にしてもですね。まあ、いろいろ考えて、
来るでしょうから、まあ、そう考えるとね、山本を接戦に来ると思います。でそうするとね、山本を、崩せば、まあ、かなり勝機で、山本は崩してももう一回来ますね、山本が。だからまあ勝機があるということでね、もう最大のポイントはね、ヤクルトは山本を粉砕することです。で普通に考えたらね、7連戦のうち2回投げてきたら、まあシーズン中の調子のままだったらね、いくらヤクルト打線とはいえね、2勝させられますね、山本から。でそうするとあと宮城だ山岡だね、まあ先発投手陣で1勝ずつすればいいわけですから、でリリーフも入れてね、でそうするとね4勝されるわけですよ、オリックスの。でそこを考えたら、まあヤクルト打線はですね、どうやってその村上を、打ち崩すかということが、まあ最大のまあポイントになってくるんじゃないかというふうに見てですね、まあ必勝、とにかく日本一になるにはですね、山本を崩して、まあ苦しい展開にはなるでしょうけど、まあゆくゆく勝てば最後は、4勝3敗ぐらいまではですね、まあ一気に走ることは多分できないと思います、お互いね。それからもう一つ言いますとね、このシリーズで注目されるのはね、まあ大体こういう短期決戦になると、まあ、CS であまり出なかったんですけど、大事もね、こういう短期決戦になったらね、伏兵というのが出てくるわけですよ。要するにラッキーボーイというやつがね。でところがね、この両チームをよく見てるとね、ラッキーボーイになりそうな選手が両方のチームにゴロゴロいるんですよ。だからまあこの辺がどうやって、ラッキーボーイ的な伏兵がですね、その、まあ、矢音を崩したりとかね、まあその逆もあれば、まあヤクルトの方、オリックスの方はもう徹底してヤクルトの村上を打たせないというあたりから考えるとですね、これは見どころ満載の日本シリーズになるということで、ぜひとも、まあ私は今おぼろげながら、まあヤクルトっていうのはちょっと心情的なものもあってね、心ならずというところもありますけど、まあしかいずれにせよね、もつれることは間違いないです。で、私はもう日本シリーズもつれるなんて予想は立ったことないけれども、今回に限り皆さん申し訳ございません。もつれます。以上でございます。